明けましておめでとうございます。おめでとうございます。地球のキャンプ飯の時間です。はい、じゃあ今日は何を作ってくれるんでしょう。今日はキャンプの朝に食べたいラピュタパンホットサンド作っていきたいと思います。ラピュタってあのラピュタ？あのラピュタ、ジブリのラピュタで出てくるあの目玉焼きのったね、あパン、あれね。そう、はいはいはい、であれなんだけどホットサンド要素も含めてちょっと豪華にして、はい、キャンプの朝にぴったりのホットサンド作っていきたいと思います、うん、ではよろしくお願いします。では今回使う材料を紹介していきます。今回はめちゃくちゃシンプル、バター、スライスチーズ、これあのとろける系の方がいいです。で、卵、ベーコン、ベーコン今回ね角切りのやつ用意したんですけど、まあお好みで普通の平たいベーコンでも OK です。で、マヨネーズ、食パン、今回はこちらを使って作っていきたいと思います。ではまずホットサンドメーカーを使ってベーコン炒めます。とりあえず入れて、このホットサンドメーカーここ取れるからフライパンとしてもね使えるので楽ちんです。ここねポイント1で、これでベーコンの油をホットサンドメーカーに残しとく。でその油で後でホットサンド作ると油まで無駄なく使えるので超おすすめです。香ばしくなってきたね。めちゃくちゃうまそ う, そうベーコンっていいよね。うん、やっぱその中身はホットサンドするとどうしてもこう焦げ目とかつけられないから、香ばしさ出すんだったら先にこうやって炒めるのがおすすめ。はい、OK。 ではパン切っていこう。じゃあ中身を入れよう。ベーコン、さっきのベーコンね。もうすでに朝っぽい。そうだね、確かに朝によく食べる食材で、スライスチーズ2枚ぐらいいっちゃおう。お、いいね。そしたらチーズ炙ります。これポイント2です。これね、やっぱあのさっき言ったみたいに中は結局焦げ目がつけられないから、香ばしいのが好きな人は炙るのめっちゃおすすめ。正直炙んなくても美味しいんですけど、ひと手間加えるとより美味しくなるのでポイントです。で挟む。じゃあさっきのベーコンの油が残ってるところに置いて、お好みでちょこっとバター。お、いいね。これで挟みます。じゃあ点火。ではオープン。お、綺麗に焼けた ね, いいね。で今日はこれで終わりじゃないです。油引いて、今温まったホットサンドメーカーそのまま使って目玉焼きを作ります。ラピュタと言ったらね、これですよ。でね、目玉焼きも締めちゃいます。これポイント3で、ホットサンドメーカーで目玉焼きやると上からもこうやって保温されて熱がこうこの中で充満するので、半熟なんだけどちゃんと白身は白くなって綺麗な目玉焼きが作れます。ではできました。美味しそうだね。うん、めっちゃ美味しそう。じゃあ最後盛り付け。まずマヨネーズをこんな感じで薄く伸ばします。あとでここに目玉焼き乗せたいから、目玉焼きが、ね、落ちない接着剤の代わりにもなります。で、せっかくなんでこれも炙ろう。マヨネーズ炙ったら美味しいから。そうだね。じゃあ最後目玉焼きを乗せたら完成、ラピュタパンホットサンド。じゃあ今日はこちらのテントの前で食べていきたいと思います。はい、こちらのねテントはソロテントなんですけど、ポールアース製のアースピノマットというね、ちょっと三角形のね形をした珍しいテントになります。そう、三角形なんですけど、ポールは中で三角みたいな感じで2点で支えてるので、ワンポールみたいに真ん中にポールがないので邪魔にならなくて中広々使えます。今日はインナーテントなしでコットね置いてみたんですけど、ちょうど1人用のコットが横に入るサイズなので、ソロの場合はもうこれで十分なのかなと思いますし、コットをね2個並べることもギリギリできるサイズ感なので、ほんと寝るだけでいいやっていう時はこのテント結構おすすめかなと思います。確かに。じゃあ食べましょう。じゃあ乾杯。乾杯。あったまる、はあ、じゃあどうぞ。いいですか、
いやもうね、見るからにあのラピュタパンって感じだけどね。しかもなんか朝ごはんっぽいよね、やっぱ見た目が、うん、めちゃくちゃいい、うん、でも普通のラピュタパンと違ってパン2枚だからね。そうだね、そうボリューム感はめっちゃあるよね。じゃあ今日はね、割らずにこのままどうぞ いただきます。うわめちゃくちゃうまい。うまいものしか入ってないもんな、うん、なんかベーコンと中のチーズが入ってるだけで普通にホットサンドとして美味しいのに、うん、このね黄身が半熟でそうだ、ね、すごいこう垂れてきてなんか味変みたいな、うんうんうん、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。うまいよね、うん、なんか朝ごはんって感じ本当に、うん、超なんか贅沢だよね。贅沢な朝ごはん超美味しい。普通にさラピュタパンだけでも十分美味しいじゃん。トーストの上にさ目玉焼き乗っけてるだけでも全然美味しいんだけど、ホットサンドにしてるから贅沢な感じだよね、うんうんうん、もうこれでしょ、うん、これだよねもうね、うん、ちゃんと落ちないもんね。そうマヨネーズが乗ってあるから、うん、めちゃくちゃいい朝ごはん。はい、今回は映える朝ごはんラピュタパンホットサンド作ってみました。はい、やっぱねあのキャンプの朝食って結構ね悩んだりすると思うんですけど、今日のねこのラピュタパンホットサンドだったら結構手軽に ね作れたし、うんうん、食材もね少ないからなんかねなのに映えるみたいなで美味しいっていうね、うん、まあ、普段ねベーコン炒めて目玉焼き作ってみたいな別々にやってるやつを一個にギュッとしただけだけど、うん、それで超豪華に感じるので材料もお金かかんないしかつ美味しいっていうね結構贅沢なホットサンドになったんじゃないかなと思います、はい、ぜひお試しください。ではごちそうさまでした。